ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。こっちメインクエストだね。ナビレジョ中庭。母さん、どうしてこんなことをするの？どうした？オレリア。またイソベルを手伝ってくれるんだね。そうだよ。感謝してる。志願者モルテンスが少し前に来て、もうハネムーンを計画してるって言われたの。信じられない。気持ち悪いね、うん、イソベルと地下墓地に入ろうとしてるんだが、鍵が見つからない。え？きっと他の騎士が取ったか隠したかしたのね。そうだな。伏せよ。イソベルはそういうの嫌いでしょうね。うん、母の側近の誰かが持ってるかもしれない。あなたが来たのは正解ね。イソベルは今騎士党を避けた方がいいから。それはなぜだ？イソベルと私は幼馴染でしょ、うん、その関係性を利用して私の母に助けを求めたなんて噂が耳に入ってきたら、きっと嫌がるはずよ。なるほどね。私ならまずはヘンドラ教に聞いてみるかな。ヘンドラ教ね。ひょっとしたらニルスモンも鍵を持ってるかも。わかった、ありがとう。オレリア、聞いてみよう。あなたね、ヒューズ教がお礼を言っていたわ。ヒューズ教か、まだ生きているのか。騎士団長を探してるなら、執務室は廊下の先よ。あれ、声が全然違うあれ、誰に言われたの今ヒューズ教はなんだ、もしかしたらこうハイアイルに落ち延びているのか。じゃあ落ち延びてるって言い方もおかしいか。ニルスモン、紫草のように青い瞳。韻を踏ませたいな。どうした、病気か地下墓地への鍵が必要だ、持っていないか。いやー、すまない、そんなものはあげられ。いや、待ってくれ、今のは取り消すよ。必要な鍵は全部渡そう。その代わり頼みを聞いてくれないか。頼みとは何だ？このメモをレディー・オーレディアに渡してくれ。こっそりとな。彼女に最新の詩を捧げたいんだ。そういうことな。彼女の美しさを称える詩を。絶対に送り主は言わないでほしい。いつか自分の口から作者だと告白する。そしてその時、私たちは真実の愛を見つけるんだ。気持ち悪いなでは分かった、詩を届けよう。こっちはヘンドラトリーブ教。ジョーベル団長と面会の約束をしてないなら取り付けることね。彼女は忙しいの。私もだけど、あそこのノルドが手配してくれる。ひどい詩を書いてる最中でなければね。なるほど、ひどい詩を書いてる最中だった。地下墓地への鍵を探している。私はジョーベル騎士団長のための事務処理や高慢な貴族との駆け引きより興味深い任務を探してるの。教えて、どうしてわざわざ迷い込んできた平民に鍵を渡さないといけないの？なるほど、邪魔して悪かった。ちょっと待って、詩をまず見ようか。これだな。
バラの乙女の花に捧げる歌。私たちはあまり花について考えない。考えなさすぎるくらいだ。花は命を吸い込む場所で、しかも顔の真ん中にある。顔が美しい、顔が美を形にしたものなら、花はその頂点だ。歓喜の、庭園の中にある花こそ我が愛する人の顔。ああ、あなたの花が知る、澄んだ空気を吸う喜び。優しい傾斜。桃色が刺した先端のつぼみ。生命と美の花よ。我が愛する人よ。それはあなたの顔に。気持ち悪いけど。ちょっと渡してみようか。面白いから。オーレリア、ちょっとこの詩を読んでみてくれないか。またあったわね。鍵は見つかった？鍵を入手するためにこの詩を渡さなければならない。奇妙な会話だが。私宛ての詩？そうだ。誰から？って、ニルスモンね、でしょ？いや、それは言えないんだ。トーナメントの全志願者から追いかけ回されて、詩を送ってくる学者ぶったノルドまでいる。まったくもう。昔に戻りたいわ。このメモを読ませたら地下墓地への鍵を渡してくれるそうだ。気持ち悪い。はいはい、分かったわ。イソベルのためだもんね。きっとまた私の髪とか顔とかを褒めたたえる詩でしょ。そうだな。可愛らしく頬を赤らめて、後で一人になった時に読むと言ってたと伝えて。お願いね。あら、彼はあそこにいるんじゃない？どこ？いるね。気持ち悪いな。あいつ気持ち悪いな。なんだその体勢。どうしたどうした。あ、立ち上がった。目立たないように頼むよ。レディが秘密の恋人から書簡を受け取っているとバレたらスキャンダルになる。スキャンダルだ。彼女に詩を渡した。彼女は顔を赤くして後で読むと言っていたぞ。ああ、優しき鳩よ、ありがとう。彼女はニルに現れたエドラだ。その美しさは哀れな愚か者には手に余る。私は自分をそこそこの詩人だと思っている。いつか、いつの日か。ああ、待て、そういえば君に何かしてあげる予定だった。地下墓地への鍵がいるんだよ、うん、ああ、そうだった。さあ、これだ。君が真実の愛のために奉仕してくれたことは忘れないよ。おそらく執筆中の壮大なロマンスの一節とともに長い間記憶されるだろう。ヒロインの名はローレリア。完成したら吟遊詩人に歌わせる。君も招待するぞ。わかった。鍵はありがとう。気持ち悪いな。地下墓地でうまくやれるように祈ってる。イソベルにはくれぐれも慎重に動くようにって伝えて。わかった、うん、ついてくるなよ今回は。よし、行こうか。まずはこのクエスト終わらせてからにしようかね、うん、礼拝堂でイソベルと。意外と長いな。意外と長いっていうか、俺の寄り道が過ぎるんだろうな、きっと。よし、この下だな。地下墓地。まず礼拝堂に入ろう。どうした？どうした？なんか、おかしな読み方、読み込み方してるぞ。こんなん今までなかったんだが。はい、よかった、危ねえ。さてと、ちょっと暗いかい。まあ実際私が見てるのもこんな暗さなんだけど、いけないのか。誰か入ってきたの。やっぱり運がいいといいんだが、執事は役に立たなかった。鍵を手に入れたよ、イソベル。
鍵を見つけたのか。よかった。ああ、ちょっと待ってろ、今開ける。さて、リュートは見つかるかな。ブレンベール卿はきっと墓場の奥深くに隠したはずだ。だろうな。隠したんじゃなくて、あの死んだからそのまま置き去りなんだろう、きっと。この地下墓地は何世代もかけて作られたんだな。少し曲がりくねっている。すごいね。あ、雲がいるよ。なるほど。ブレトの軽装夜来てる。オッケー。なんかちょっとこれ気になるの、なんだ。同じか。中に何もいないな。墓のはずなのに。モルテンス、イソベル・ベロイーズだ。介添え人と助けに来た。誰だか知らんが、先に来たのはこっちだ。サルベ、トーナメントを尊重しろ。なぜここから動けないんだ。いや、私は隠れているんだ。少々雲が苦手でね。なるほど。言っておくが、小さい奴らはたくさんかわしてきたんだ。だが、巨大で赤目のどえらい奴が飛び出してきて、押しけすぎてしまった。わかった、幸運を祈る。我々は地下墓地に向かう。ちょっと待て、墓地奥深くへの鍵がなければどうにもならないぞ。偶然にも私が持っているんだがね。ではこうしよう。あの巨大な雲に脅かされた時、剣を落としてしまったようなんだ。それを持ってきてくれたら鍵を渡そう。わかった。鍵と引き換えに剣を探そう。ああ、この任務を諦めなくてはならないのは本当に残念だ。レイオーレリアは宝物だ。見目麗しく、人脈も素晴らしいぞ。なるほどね。どこに剣があるんだ。ここにはないな。何かに見つかっている気がする。そっから？よーや、優秀だな、みんな。何もしてねえぞ、私。引っかかるよ、ここ。このまま道なり。
なんか今閃光が、あら、やられてる。せっかくだからやりたいんだけどな。これはトランク。とりあえず取るか。おっと、で、なんで墓が燃えてんだ。私だ。モルテンス、君の剣を見つけた。海添人が渡す。出てこないのか。ああ、戻ったか。安心した。剣は見つかったか。分かった、言ってくれ。扉の下から滑り込ませる。ああ、よかった。いや、磯部は公正な奴だと常々言っていたんだよ。少しも疑わなかったぞ。ほら、鍵だ。墓地の奥深くへの扉はここから東にある主室につながっている。ありがとう。ああまあ、私たちはお互い公明正大だ。うまく解決したな。さて、試練について話すとき、このことは伏せておいてくれるだろうな。イソベルは何も言わないだろう。取引はこれで成立した。お前たちの幸運を祈る。うん、なんだ最後のフンって。あれか。そんな素敵な技使うの？深い墓。地下墓地のこんな奥まで来たのは初めてだ。いい土産話になるな。やっぱり邪悪な敵がいっぱいいるな、ここは。安全な墓なんてあったら試しがねえよ。あんたに勝ち目はないよ。アーケイは何をしてるんだ。いや、そんなことはない。先客がいるな。ブレンベール卿は亡霊の手で命を落としたと言われている。古き狂乱の公爵、ゾッとするよ。どこだ。
あれか。お前の指をよこせ。母の裏切りに復讐するぞ。狂乱の電子エル男爵、これだ。見ろ、あれがリュートじゃないか。どれ。ああ、するとあれはブレンベール教の遺体か。これか。これがブレンベール教。最後は壺をかぶって絶命したみたいだね、どうやら。壮絶な死に方だな。やったな、ドライ。ここから出よう。なんか出てきた。うわあ、ついに金縁のリュートを取り戻してくれたな。なんだこいつ。ほら、来い。ここから離れよう。あの恐ろしい霊魂が戻ってくるかもしれないぞ。歩き方が。歩き方可愛らしいな。ケイ、道すがらセレナーデを歌おう。おーブレンベイル教が広間へと心を歌で満たし、ラー霊魂の声を聞くまで時はかからず、おー狂乱の公爵と戦いに、はあ夜通し刃を交わし踊る、ラー、はあブレンベイルの技は役に立たず、そこで旅は終わる。おう、結末はご存知の通り、はあ、ここでお別れだ。アデュー。なんだこいつ。なんだお前。私は黄金の声と銀の舌を持つ、かつてアルバトロス騎士団を率いたブレンベイル教だ。何なりと申しつけよ。アルバトロス騎士団からリュートを手に入れるよう依頼された。もちろんそうだろう。いいやつらだからな。ついでに当然だが、私は騎士団でも屈指の高名な作曲家だ。私の美しい金縁のリュートを名誉ある場所に置きたいのだろう。騎士団のための試練を受ける友人を手伝っているだけだ。そうか、私が戻らなかった時、たくさんの美しい乙女が涙にくれたはずだ。私の歌声を聞けば、黄金のブレンベイル教の声が消えてしまったとわかる。悲劇だ。リュートありがとう。なんのなんの、お前の努力を称賛するぞ。黄金のブレンベイル教がこの次元を旅立つ。騎士団の者に伝えてくれ。次の演奏はエセリウスの大劇場にて。アデュー。さらば。さらばだ。よくやったな。さ、とっととこんなところから出よう。そうだな。変なやつだったな。でもあんな前向きな霊魂だとね、いいんだけどな、全部の霊魂が。次は SLS、SLS の、エセリアルの大劇場で会おう。アデュー。ああ、空気が美味しい。地下墓地はカビ臭くて、まさに墓地だった。まさに墓地だったね、確かにね。こうなるとは予想してなかったよ。だが、狂乱の公爵と戦い、ブレンベール教の霊魂と歩いてなお、私たちはこうして生きている。騎士団も私たちを認めるだろう。そうだな。で、ブレンベール教の金縁のリュートは手に入った。どんな気分だ。上々だな。トーナメントの最後にこれについて詩を作るか。歌を歌う部分以外はな、気が重いよ。それじゃ試練を続けよう。アイアンノット騎士団について知っていることは。彼らは勇ましい戦士であり、優れた騎手だ、サファイア騎士団の中ではアイアンノットが一番伝統的な騎士団に見えるだろう。そうだね。試練はレッドハートという失われた剣の絵を見つけること。レッドハートは初代デュフォート公爵の剣だ。剣はどこで失われたの。デュフォートの領地になる前のこの土地のどこかだ。
絵には粗くカットされた巨大なルビーがついているから見分けるのは簡単だろう。城の蔵書庫で捜索する場所のヒントを探すべきだと前の従者のベルジョに勧められた。うん、これさっき聞いたな。アヤノと騎士団のために栄養を探そう。蔵書庫へ行こう。まずじゃあ城の蔵書庫で会おう。うん、簡単に見つかるよ。本だらけの大きな部屋だからな。そんな簡単に見つかるんだったらもう見つかってると思うんだけどな。城の蔵書庫。で、下か。あれ？ここは盗むになんねんだ。本が開いたまま放置されてる。だらしない。だらしないね。ここは？騎士の兵舎。初めて来た俺ここ。誰もいねえな、でも。あれ？これは？あ、テイルズ・オブ・トリビュートじゃない。まあ今仕事中なのがみんな休みのやつはいないんだな。盗むならない、取り放題だ。あ、なんかある。アイショカ・ニルスモンへのメモ。おい、愛書か。小屋の周り中に瓶を捨てていくのやめろ。今度必要な桶の中に入ったら、お前のは、頭上から中身をぶちまけるぞ。お前からはラムと不幸の匂いがする。泥酔するならよそでやれ。それとパンツを履いて風呂に入れ。志願者にはならないとしても、せめて少しはまともに生きるよう努力したらどうだ。ラングレー。なるほどね。ラングレーって？まともなやつなのかな？唯一の。こんなか。サージャリアン・アルタン。エリア叙公爵は城の蔵書庫の管理を怠っていると思う。祖父の代にはもっとたくさんの書物があったというのに。ほう。エスタイネ・ジュスタル。全く理解できない。シストレスの海岸に住む鳥はこの棚にあるべきなのに、誰が動かしたの？なるほど。これは牧草地砦での戦い。公爵家の歴史家兼年代記編者カエラメトリック著、ディフォート家の歴史より抜粋。最後の戦いは、当時牧草地砦と呼ばれていた場所で行われた。そこはオールドストーン森に、ハラバント、後のディフォート男爵一世が築いた小さな要塞だった。戦いは夜明けに始まり、日没まで休むことなく続いた。ハラバントの名犬レッドハートは戦いが終わりに近づく頃には折れていた。それにもかかわらずこの偉大な戦士は刃を投げつけて恐るべき魔術師フォルボアの黒い心臓を貫き、この邪悪な敵を倒した。ハラバントは戦いで受けた傷により片手を失い、男爵位に上がるまでの間無手のハラバントと呼ばれた。ハラバントは自分の体験を溶かして手を作り、それを失った手の代わりにしたと言われていた。ハラバントの家臣たちの多くは彼の気が短いこととその手によって殴られたことを証言している。何年も経った後、公爵は昔の要塞の代わりとして西の巨大なナービル城を用いるようになった。城は今日も建っており、この名声高き一族にふさわしい名所となっている。
レッドハートの家が発見されることはなかった。この小さな要塞はもう長いこと、植物が生い茂ったままの状態で建っている。ハイアイルを形作った出来事のものを言わぬ証人として。何か見つかったか？なんかこれが正解だったのかな、もしかして。あの本はすでに開かれていた。きっと元海添人のベルジョが志願者ラングレーに同じ助言をしたんだ。なるほど。ドライ。ドライ。レッドハートの手がかりになっているようだ。オールドストーンの森？そうだな。どうやらデュフォート家は貴族になる前にそこと何らかの強いつながりがあったようだな。どうやらね。待て、この場所知ってるぞ。東に向かうと古い遺跡がある。小さい頃オーレリアと私はそこを魔女の隠れ家ってことにしていたんだ。なるほど。この場所知ってるのか。なぜ本を読む必要があった？言い訳してもいいか？いいよ。小さい頃に遊んでた時はそこがデュフォート家の土地だとは知らなかったんだよ。なるほどね。騎士の遺物を探したりもしなかったしな。ドライ、ドライ探しておけばよかった。そしたらもしかしたらルビーのね、あのレッドハートの映画見つかったかもしれないぞ、うん、でどうすれば遺跡に行けんだ？そこに行くちゃんとした道はないよ。だが広くて整備された道があったのは覚えてる。地図に印をつけるよ。急げばベルジョとラングレーより早く遺跡につけるはずだ。なるほどね。分かった、そこで会おう。そこで会おう。他の志願者より早く A へたどり着けるかもしれない。なぜ A を探してるんだ？アイアンドット騎士団は武術を重視していると言わなかったか？隊長にはそれぞれ名誉を獲得する方法について意見がある、うん、アイアンドット騎士団の隊長オールフェスは自分の倍も大きなトロールを倒したらしいぞ。私もそんなの。ただ剣を振り回しても感銘を与えられない。彼女は戦いと同じように思考できる選手を求めている。なるほど。彼女はトーナメントのたびに絵をそこに隠してるのか？面白い発想だな。違うとは思うが、まあ本人に聞いてみるといい。うん、本当だったら面白い。絵自体はアイアンノット騎士団の由緒ある品だ。ある重大な戦いで命を落とした力強い戦士の持ち物だった。彼はその剣で歴史を変えたんだ。うん。そして彼の右腕になったってことね。狂乱の電子ル男爵パート1、パート3、パート2どこにある？これだな。狂乱の電子ル男爵パート1。どれだけ優秀な一族にも何人かは出来の悪い者がいる。名高いディフォート公爵領の場合は、何世代も前デンシルという男はこの貴族の家系を継いだ。ディフォート家の王者として、王者としての彼の残虐な支配は、一族の御用学者による必死の改ざんにもかかわらず、今日まで記録されている。現在でさえナビール城周辺の別荘客は子供が言うことを聞かないと狂乱の男爵が小指を取りに来るよと言って脅かすのである。これはデンシル男爵が気に入らない者の指を、誰かに構わず切り落としたという伝説に由来する、彼は最も小さい指から始めより大きな指に移るのが伝統だった、理由を聞かれると彼は、処罰の相手が手を使い続けられるようにだと言ったという。つまり彼らは一族に仕えてもよいが失われた指一本、助手班は指数本を見ることで自分の立場を思い出せというわけだ、うん、ほんの数年前とても小さな骨、おそらく指の骨だろうが、ナビール城の地面に大量に埋められていたのが発見された。これで伝説が事実だと証明されたわけではないが、真実味は増した。この狡猾な報道の、大悪人の、狡猾じゃねえな、滑稽かな、うん、なほどの大悪人の、堕落や、残虐性、暴力行為の数々を考えれば、現在の一族の指導者たちがこのような野蛮な懲罰から、卒業しているのは我々にとって喜ばしいことである。喜ばしいことであるか。それは何の本だ？私は輪作の本を見つけた。すごいぞ。狂乱の男爵の話だ。さっきやったな。そういう、パート2、青年時代、狂乱の男爵デンシルは第3代ディフォート男爵ゲスマーと、
妻のヨアンナ助男爵が設けた4子の一人だった。他の3子が、成人になることはなく、その死は現在も謎に包まれたままだ。卑劣な陰謀があったという噂はあるが、完全な推測に過ぎない。明らかになっているのは3人目の子供の死が、ヨアンナ助男爵には耐え難いものだったということだ。彼女の精神は砕けた。ギスマー男爵は妻を塔に閉じ込め、彼女は、終生そこで過ごした。デンシルは青年に達し、次期当主となることを公式に宣言した。ギスマー男爵の死はその1年後に起こった。狩りの間に外れた矢が男爵の肩に刺さったが、その傷で死ぬはずはなかった。現代の歴史家は矢尻に毒が塗られていたと考えているが、当時は怪しむ証拠が見つからなかった。デンシルが男爵領を引き継ぐとすぐに、彼は忠実な家臣や、スタッフを解雇した。その中には何世代も仕えていた家も含まれていた。ゲスマが始めた城の騎士等の活動は全て停止した。ナビール城で温かく迎えられていたほとんどの騎士は、不快ではない環境を求めてこの地を去った。デンシルはその後数年を男爵領のかつては、豊富だった金庫から金をかすめ、民が他の男爵領へ逃げ出すほど重い税金をかけて過ごした。地域全体で良き農地は、休耕に入った。狂乱の男爵とその手下は、地方全体で暴れ回った。誇り高かった造船所はほとんど船が作られなくなった。怒りに包まれ、自分に甘く、残虐な精神状態が反映されたかのようだった。かつては巧みに運営され、飛んでいた男爵領と造船の転落が深い影を落としていた。そして第3、違うな、どこだ、これだ。パート3。デンシルがそこまで残虐に、振る舞った理由を知る者は残っていない。デヒョート家第4男爵の肖像画も残っていない。8代子のたたいよ。現代に残る報告にはよれば、彼の目はウッドエルフのように黒かったが、平たく冷たかったという。当主になって2年もしないうちに富を使い果たした。富を使い果たしたデンシル男爵は、花嫁の持参金に目をつけた。ディフォートの名は、野心的で、裕福な商人を引きつける力があり、彼はその長女と結婚を承諾した。ディフォートの称号は多額の持参金で買われた。二人は、代理人を通して結婚し、ヘレンナ助男爵はまだ会ったことがなかった夫との結婚のために、城へ赴いた。彼女は平凡な容姿と、尋常ならざる知性を有した女性だったという。城に到着すると、彼女はヨアンナとの、会合を強く求めたという。ひどい環境にもかかわらず、デンシルの老いた母はまだ塔に住んでいた。デンシルは花嫁を義母に、なる女性のもとへ、伴った。そこで何が起こったか、正確に知る者は誰もいない。新しい助男爵は、後にデンシルを見ると、彼の母が汚いベッドから飛び上がり、恐ろしい叫び声を上げたと語っていた。彼女は常軌を逸した力でデンシルをつかみ、自身と残虐な子を塔の窓から共に突き落として死んだ。あ、一緒にデンシルとってこと、ヘレンナ助男爵はナビール城へ残った。第五代男爵となったのは、ディフォート家に連なるいとこのシンベルだ。あ、いとこか。連なるいとこのシンベルだった。一ヶ月もしないうちに第五代男爵と助男爵が結婚したことに疑問を持った者は誰もいなかった。それ以来、男爵領は栄え、ランセル戦争の、結果、公爵領へと、昇格した。狂乱の男爵とディフォート家がどんな呪いを受けたにせよ、その呪いは彼と共に死に絶えたように思える。なるほどね。そんなやべえやつだったんだね、さっき戦ったやつは。造船の歴史第1巻、全27巻あるらしい。
シストレス、試験休暇枝名奥義へ長。さっきの人だな。シストレス諸島の民は何世代にもわたり、大小の船を建造してきた。近代においてデフォート造船所から生まれた船はどの海軍にも見られる。海上に浮かんでいる船の中でデフォート造船所の船は、最高品質のものに数えられる。この海洋産業の起源はどこまで遡るのだろうか。造船業と我々の遺産について理解を深めるためにはどうすればいいのだろうか。読者にはこの魅惑的な物語へと向けた船出に私と同行していただきたい。まずは発端から始めよう。つまり木材からだ。西の海岸へ目を向けていただきたい。ナビール城周辺の土地は記録に残っている以前の時代から船作りのための木を供給してきた。ディフォート家が存在するはるか前から丈夫な大小の枝は船団が築かれる際の基礎となっていた。素材の木目を見ればそれが美しく魅惑的な模様を作っていることがわかる。我々の富はこれを基礎として築かれたのである。ハイアイルの木は船作りへの特に船作りに特に適している。ハイアイルのコルクオークやその他の木材は強靭で防水性が高い。学者は我々のドルイド系の祖先たちがこうした木々に影響を及ぼし、特に船舶へ適した形に育てたのではないかと仮説を立てている。しかしこれについてはさらなる研究を待たれる。なるほどね。1巻目がここにあったと。これもしかしたらハイアイル中にあるのかもしれないね。で、ディフォート遺跡に行く。それはどこに？ここか。いや違う、これ火山の裂け目だ。これだな。また雨降ってきちゃったね。せっかく晴れてたのに。何のよ。いや結構長い、長いというか長いな。歩くのにうんざりしてたんだ。すまんな。人々を脅してドルイドにするなんて無茶だ。なんだ、人々を脅してドルイドにするのか。あれ？もう消えちゃったか。なんだ？ファウンのソーンキャスター。やめておけよ。あ、イソベルがいっちゃった。マダムベロイーズ、遅かったな。私が先に来たのだ。ここは通さんぞ。ああ、ラングレーが言ったことだけど、すまないイソベル。急ぎたまえ。すぐにも食事が必要なのだ。ダラダラしている時間はないぞ。おい、こっちだ。話そう。わかった。ちょっと待ってくれ。お前とイソベルは走り回っていろ。トーナメントの試練は立派な志願者が成し遂げる。私のような志願者がだ。イソベルとは協力したくないのか。このラングレールタルトに騎士の作法を講釈する気か。勘弁してくれ。イソベルに恨みはないが、これは競争だ。園遊会ではない。先に着いたのは私と私の介添え人だ。協力して道を開いた方がいい。早くないか。
先に着いた意味がなくなるではないか。それはお前の都合であって、私の試練を邪魔する正当な理由にはならん。あっちに行きたまえ。私にはやるべきことがあるのだ。おいベルジョ、もっと力を入れろ。失せたまえ。この道は私のものだ。なるほど、ベルジョ。レディ・イソベルに恨まれてないといいな。ラングレーは騎士になったら僕を従者にすると言ってくれたんだ。なるほど、間違った選択をしたな。トーナメントを手伝ってほしいと頼まれたんだ。私は彼女を助けてくれて嬉しいよ。素敵な女性だからな。彼女の元を去ったことを後悔してるだろうね。でもラングレーには説得力があったんだ。僕は絶対に従者にならなきゃならなかったから。イソベルの従者にはなりたくなかったのか。なりたかったさ。でもラングレーを見てくれ。もう騎士みたいに振る舞ってるだろ。彼がアイアンノット騎士団に入ったら一番騎士らしい騎士になる。父さんは厳格で言い訳を許さなかった。だから僕はここで木を切ってる。お前が騎士になった方がいいんじゃないか。ベルジョ、あの幹はこのままじゃ切り倒せない。誰が先に森を探せるかをラングレーと競っても意味がない。おい、勘違いするな。勝つのは簡単だ。だが志願者同士が正面から争うのは推奨されないんだよ。大丈夫、私にいい考えがある。それなんだ。ラングレーは常に自分のことしか考えていない。ベルジョに木をどかす仕事をさせるだろうな。退屈でどうしようもなくなるまでは私たちは迂回しよう。他に上に行く方法があるの？昔オーレリアと私はよく遺跡のそばで遊んでいたんだ。うん、東への上り坂の周辺に道がある。でも気をつけていこう。私たちがそこで遊ぶのをやめたのはファウンの軍団が移動してきたからなんだ。なるほどね。さっき言ったの。そういえば分かった、それでいい、行こう。君の過去の経験がだいぶ助けになってるね。毎度知り合いだったりとか、昔ここで遊んでたとかね。ここだ、この曲がった木。私の記憶にある。これね、遺跡は高台の上だ。え、あんなことすんの？ホーバーって壁にへばりついてる。古い石と呼ばれている。絵を見つけよう。こうファウンの家いる。ヤギ人いたいたいた。あれ、これか、レッドハートね。かっこいい剣だね。それだ。さあ、ラングレーたちが来る前にここを出よう。そうだな。ああ、気をつけろ、海沿いに枝を跳ねさせるんじゃない。鎧に傷がついたではないか。来るの？あの絵はこの辺りのどこかにあるはずだ。取りかかれ。絵を探して一日を無駄にすればいい。あ、こんなこと言ったら騎士失格か。いいんじゃないの。やった、レッドハートの絵だ。騎士志願者としてはみんなの幸運を祈るべきなんだが、ステンダールよ、一つだけ呪いをお許しください。ラングレーが蚊にたくさん刺されますように。
絵を手に入れてアイアンノットの試練を終わった。嬉しいだろう。もちろんだ。アイアンノット騎士団の試練は剣術と武術かと思っていたよ。あとは馬術か。実は私、馬と相性が悪くてな。お互いに嫌い合ってるみたいなんだ。ともかく、結果を出せてすごく嬉しい。じゃあ行こうか。3つの試練を終えたな、イザベル。これからどうなる？あとは戦利品を送るだけだ。全員がトーナメント会場に集まる。すごく楽しみだぞ。でも正直、緊張するな。注目の的になるというのは、どうにも座りが悪い。そうだ、馬上試合場で待ち合わせようか。一緒に入ろう。分かった、そこで会おう。3つの戦利品が揃った。トーナメント会場近くで合流して戦利品を渡そう。あれ、話しかけようとしたタイミングで走り出したから、ずっと追いかけた今、オートで。よし、戻りましょうか。じゃあ、騎士の訓練のあれだね、クラフトしてたね、ここは。なんかこういう、なんだろうな、立派な川じゃない、ちょっとした小川がなんか逆に雰囲気あっていいね。ありそうだもん、こういう。よし、これで3つ揃ったから、イソベルが優勝っていうことだね、これ。トーナメント、まだまばらだな。レディ・グラディオル・デンブレ、フィルゴ・シャティオン。こんにちは。こんにちは。うちの家族は敷物を作ってる。高級織物はいいぞ。布は好きか？レオナラ・カロ。あ、いた。私は戻るわね。母に恥をかかせないって約束したから。いい報告があるのよね。まあそうだな。ラングレー卿は怒って足を踏み鳴らしてたけど、すごいあざもできてた。イソベルが殴ったんじゃないでしょうね。彼女殴ったりする子じゃないけど、ラングレー卿ってその間抜けだから。多分ファウンにやられたんだろうな。これ以上落ち着くのは無理だと思う。ウェアウルフと戦うより堅苦しいことをする時の方が緊張するよ。ふう、さあイージー、深呼吸しろ。で、これからどうする？中に入るとトーナメントの使者が私たちの到着を告げる。うん、私は前に進んで戦利品を確認する。君は介添え人として、私がそれぞれの名を呼ぶと同時に見せるんだ。なるほど。ああ、あと一番大事なことがある。私が死を暗唱している間に笑い出さないこと。いいな。それは約束できないな。死を暗唱するのか。伝統なんだよ。アルバトロス騎士団が必要としていてな。ステンダールよ、お助けを。一緒にいてくれて助かったなんてものじゃないな。君のおかげで冷静さと落ち着きを保てた。真のパートナーだな。本当にありがとう。残るはあと少し。共に乗り切ってほしい。準備できている。行こう。ついてきて。早く始めて、すぐ終わらせよう。そうだな。何なの？誰だこれ？使者ニル・ラロン。紳士淑女の皆さん、ご注目ください。騎士の志願者が壇上へと上がります。レディー・イソベル・ベロイーズ。じゃあ始めようか。さあ、前へどうぞ。
獲得した戦利品は海添え人がお見せください。我々は過去の戦闘で行方不明となったレッドハートの絵を見つけました。これをアイアンノット騎士団に捧げます。よくやった志願者ベロイーズ。アルバトロス騎士団にはブレンベール教の金縁の竜頭を捧げます。素晴らしい。さて、冒険の鹿歌を聞かせてもらえるかな、志願者殿。金縁の竜頭はカビに覆われ、長きにわたり行方をくらましていた。手にしていたブレンベールは墓につまずき命を落とした。そして最後にオーク騎士団へ、魔導士アーリブルの謎を解き手に入れた野生の森の杖を捧げます。3つ全ての戦利品を獲得した。ちょっと渡すの早かった。ベロイーズをサファイアトーナメントのチャンピオンとする。こちらへ、騎士団長より褒章を受け取りなさい。ミリジャーナさん、アイアイルの騎士の称号を授ける。勇敢で礼儀正しく真偽に熱いものであれ。誠実に行動せよ。立て、イソベル・ベロイーズ卿。騎士団長、私の望みは決まっております。ご存知でしょう。どうかオーレリアを結婚の約束から解放してください。結婚の相手も結婚するかどうかも彼女に決めさせてください。そのように私欲のない要求は拒否できんな。オーレリアには自由な選択を許そう。合理的な範囲で。八大神に感謝を。イソベル卿には大いに感銘を受けた。そなたや海添え人と話がしたい。私の執務室へ来てほしい。やったな。君がいたおかげだよ。団長の話を聞こう。お礼はその後で。わかった。話せないんだね。勇敢なるオールフェス。これは騎乗兵かな、うん、そしてオデリア・アンブロック、ピャンドニアのローブ、メルフレンル・フルーリー、これはわからない。オーレリアと話せる。母がまずあなたと話したがってる。待たせない方がいいわ。そうなの？怒っちゃう？今日は運が良かったな。だが言っておこう、お前とレディイソベル卿はオールドストーン森で少々卑劣な手を使った。こそこそと別の入り口を見つけるなど騎士らしからん行為だ。モルテンス、イソベルが騎士団長の約束を利用しなかったことには驚いたよ。もちろん噂でしかないが、イソベル卿はレディー・オーレリアが好きだったと聞いている。友情以上という意味でな。なるほど、やっぱりそういうことなのか。様子を見に来たくてな。しばらくぶりにオーク騎士団の他の連中と会うのもいいものだ。あとダチョウの足もうまかったそれにイジーがトーナメントで勝つ姿も見られるだろう。あとは話せない。志願者ブリーラーナル、トーナメントに勝つのは遠い夢。大きくかけて大きく勝つ機会だったわ。実を言うとイソベル卿がその栄誉を授かってとても嬉しいの。よくやったわ。うん、仲間はドルイド エイシね。あら、誰と来てるの？私は騎士団長の旧友よ。ああ、なるほど、オーク騎士団のね。
おお、元気にしていたか。変わんねえなこの人。ベルジョ。正直騎士の暮らしが向いているかはわからない。なれるさ、なろうと思えば。あと話せないね。あ、いたスネーフ。この一大イベントに勝利した者の顔を拝みに来たぞ。お前のパートナーはよくやったな。俺の部族の女戦士と同じくらいにな。なるほど。どこだこれ。グレートシャックルが破壊されて次元融合は止まったの？止まったよ。うん。騎士団長を探してるなら執務室は廊下の先よ。はい。声が違えな。あとよくコールドハーバーの話してたな。面会の約束をしていないならジョーベル団長は会わない。お帰りを。面会の約束をしていますので失礼させていただきますよ。よくやったわイソベル。今日は海賊人から素晴らしい恩恵を受けたようね。海賊人、一歩前へ、話がしたい。ただの海賊人ではありませんよ。オレリアの声が聞こえたような気がするけど、今ここにはいねえな。イソベル、イソベル教のことは昔から知っている。こうして頑張る姿を見られて嬉しい。あなたの力添えも大きかったようね。力になれて嬉しいよ。そうね。騎士は持っている武器ではなく誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。ハイアイルの騎士は礼儀を尽くすことを誇りにしている。そして個人的には常に善良な人々に敬意を表すべきだと考えているわ。話が見えないけど。今年のサファイアトーナメントにおいてイソベル教の海賊人として行動してくれたことに対し正式に謝辞を述べたいということよ。なるほど。騎士団長として、そして母親としてね。どういたしまして。すごい日だったよ。その気になれば何でもできるという証だな。トーナメントが始まった時オーレリアは絶望の淵にいて私は困っていた。それが見ろ、今やこうだ。おめでとうイソベル、イソベル教。ありがとう。君がいなければ無理だった。おかげで常に集中できたし良き相談役にもなってくれた。何より何があっても一人じゃないって思えたからな。口では言い表せないくらい大きな意味があったよ。力になれてよかった。まだ慣れないんだイソベル・ベロイーズ教なんてな。かつては立派な馬に乗って輝く鎧を身につけることを夢見ていた。ここまでは墓地や獣を相手にしてやたらと走り回ってる感じだったが、汗だくになってね。あらゆる瞬間が全部楽しかったよ。死の部分は除いてな。でこれからどうするんだ。ずっと考えていたんだ。ハイアイルにいれば安泰だが私はもっと視野を広げたい。もっと見て行動して学びたい。もし君が旅の友としてハイアイルの強く忠実な騎士を必要とするなら何でもやろう。なるほど、ぜひ頼む。お許しいただけるなら荷物をまとめます。冒険がしたいんです。オーレリアいるはずだよねこれね。どうやら落ち着くところに落ち着いたようね。ただ今までのようにはイソベルに会えなくなるわ。私たちの小さな物語は新たな章に進んだの。オーレリアの字幕だけは出るもんだって。イソベルは広い世界を見るためにハイアイルを出る。大きな一歩ね。あなたのような人物と一緒でよかった。私にとってイソベルは
もう一人の娘のような存在よ。本人には内緒だけどね。聞きたいことがある。そもそもなぜオーレリアとの結婚を約束したんだ。そのとても言いにくくてね。もし教えたら誰にも言わないと名誉にかけて誓ってくれる。特にイソベルとオーレリアには。誓おう。オーレリアがほんの小さな子供だった頃、父親が亡くなった。あの子はほとんど覚えてないけれど、優しい人だった。森に住むドルイドの老女と話し、オーレリアが困難なく良い人生を送れるよう祝福を頼んだわ。それが約束と何の関係があるんだ。森の魔女に約束させられたの。オーレリアがその時の私の年齢になるまでに騎士となるか、騎士の好意を得るようにさせるとね。あの子と会ったならわかるでしょうけど。なるほど。オーレリアは騎士に向いていないわ。けれど期日はどんどん迫っている。取引を果たすために娘を婚約させたのか。そう、神々の加護があってあの子は騎士の好意を獲得したわ。イソベルを騎士にする儀式で魔女を見かけたんだけれど、いた。私に意味ありげなウィンクをしてきた。取引が成立したのよ。娘はもう安全になったわ。あなたのおかげよ、改造人。あなたとベロイーズ教のね。話してくれてありがとう、騎士団長。いたね、そういえば。あの人だったのか。へえ。さてと、せっかくだからイソベルちょっと呼んでみようかな。ミリすまんけども、ちょっとだけ休憩してくれ。イソベル、ああ、また会えたな。なんだ？協力について話そう。あ、何の話をする？自分のことを話してほしい。ドライ、アンドーンテッドはすごいな。小さい頃に話を聞ければよかったよ。世界中で冒険者の集団が未開の地を探検し怪物と戦っているなんて。歌も歌うんだぞ。デイドラの剣などを恐れない我らアンドーンテッドとな。そうだな。でも あんまりいいやつらじゃない。いいやつらじゃないっていうか。なんかもう、おかしくなっちゃってんだよね、スリルを求めて。おかしくなっちゃってんのよ。